鹿島さんやーどうみさんんおはようございまますすおはようございいや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 もうなんと言いましょうか、はい、ゴールデンウィーク真っ盛りでございますね、うん、もうど真ん中ど真ん中なんでしょうかちょっと分かりませんけどもはい皆様今日はだからこれ配信が5月2日ですから、はい、そうです 休みを取ってる人もいるわけですよね、そうですね。お仕事の方も多分おられるのかなというところですね、聞かれて。よみ通りだと一応、出勤です出勤ですね。そうです、多分3日がお休みでしたっけ。3日からまたそうですもんね。そうです、3日。だからもう6と。またお休み前の方もおられるのかなという。三つさんはゴールデンウィークは暦通りですかえっと、全然暦関係なく。 ずっと仕事ですね。むしろ。そか、お店ですもんね。そうなんですよ。むしろ、やっぱりシーズンになってきました。書き入れ時。書き入れ時で。てちょっと、てんてこまいでございます。いろんなお仕事あって。いやいやいや、お忙しい中いやいやいや、そんなこと、いや全然大丈夫です。あのね、楽しく、え、お仕事したりできてますので。いいですね。それが一番いいですね。楽しく。いや、そうですね。楽しく。まあ、忙しいのは、やっぱりいいですよね。やっぱりね、忙しいのはいいですよ。そうです。ね。なんかバタバタするのも、うん。 本当に。いつでもゴールデンインクだったらちょっと困っちゃう。困っちゃいますよね。うん。うん、もちろんね、たくさんお休みされてて、あの、店舗にね、たくさん来られる方なんかは、ちょっとお休みモードで、はい、えっと、和やかなというか、穏やかな雰囲気とかはね。ね、前も言ってたけど、コ、うん、アチョコはやっぱり今もうインバウンドのね、外国からのお客さんも多いだろうし。そうですね。はい。もう、おっかなびっくりで入ってきてくれる方もたくさんおられますし、 えー、日本、ね、こういうお休みだと、日本中からも来る、うん。そうですね。せっかく東京行ったんだったら行ってみようみたいなね、うんうん。みたいな方も、そうです。大阪来たからちょっと寄ってみてく、ね、大阪行ったら、えー、せっかく大阪来たら行ってみるあ,あります。そうなんですね。しかも、大阪店はほら、すげえ繁華街といいますか、うん。そうです。繁華街の、立ち寄りやす、 安いところにあるじゃないですか。そうなんです。ちょっと場所はね、あのー、ばっかりにくいっちゃわかるけど、意外と繁華街にありますから、はい。そうなんです。ですよね。そうなんです、そうなんです。あの、先日ね、あのー、遠距離おじさんを聞いていますという、あのー、あの、やった <laughs> リスナーの方、リスナーの方でいいのかな<や>あのー、方がですね、おじさが、おじさまがね、おじ様じゃないですね。あのー、店頭に、 あの、同士が。はい、うん、そうです。あの、お買い上げいただいて、えー、ありがたいなと思からいます、ね。遠距離じさんのリスナーを何と呼ぶかっていう。<laughs> ほら、最近そういうのラジオとかで流行ってるでしょそうですね。まあ、昔からもあるのかもしれないけど、ね、でもほら、うん、僕一番のヒットってやっぱり、許可、うん のね、局員っていうね。そうですね。わかりやすいですね、局員、ね。あれが他の、うん、なんかラジオ番組に与えた影響って、これ、うん、意外とあんじゃねえかって、ひそかに思ってるんですけど。<laughs> まあ、ラジオ番組とかそういう、なんか、ね。いろいろ名前つけますよね、なんかね。ね、いいじゃないですか、うん、そういう仲間を。そうそうそう そうなんですよね。あの、昼から、んですとか、昼、昼マニアとかね。昼マニアってのすごいですけども。昼マニアの皆さんって自分から言いましたからね。そうそうそう。なんかそういうのは面白いですよね。なんかそうです、そうです、そうです。はい。ちょっとこっぱずかしかった。普通にあの、接客をしてるところ、最後に、あの、聞いていますと言われたので、ちょっと恥ずかしかったですね。遠距離おじさんの。はい。これもちょっと募集した方がいいですかね。そうですね。何かで。何とうん。おじさん、 え、まあ、おじさんじゃないですもんね、皆さんね、別にね。あ、だっておじさん以外もいますからね。いますからね。だから、おじさん呼ばわりするのはちょっとよくないかなと。おじさんの仲間はあれ、なんて言うんですかね、一般的にね。飲み会の仲間みたいな感じああ、なんかありますよね、なんかね。うん。腐れみたいなやつ。うん。腐れじゃないかな、まあまあ、なんかそういうの。おじさん、定例会と言いますか。定例会仲間と言いますか。なんかありますね。それだとなんか、ちょっと家庭な。 そうですよね。なんかね。まあまあまあ、置いとき、置いときましょう。まあ、まだまだ、遠距離ホットラインでも、なんかまあ、ぼちぼち考えていきましょう。そうなんですよ。あの、ゴールデンウィークですしね、ぼちぼちやってくれるかなとは思いますけど、今回、えっと、第41回ということで。ああ、もう40回の壁がしましたか。そうです、もう5月にも入りましたしね。予告通り、予告通り5月になってますので。柏しさん、いかがでしたでしょうかこの週末はといいますか、お忙しかったと思います。そうですね。ええ、 この間、日曜日は夜からなんですよ、うん、やりましたね。そうですね。はい。はい。見させていただきました。あの、今も見てましたけど、3回往復目。<で>うん。なんだかんだでやっぱりやることが多くてですね。やることが多い。えーうん、この配信の日も、はい。おそらく、 原稿3つ書きます<ら>。<laughs> <laughs> 多いですね、やっぱりね。<laughs> なかなかこう。そうですね、火曜日、今日火曜日なんですけども。火曜日は、<週>今日は、あ、そっかそっか。久しぶりに、山梨に行きます。うん、ああ、そうですか。あいいですね。久しぶりに。で、収録を。うん。 一九抜抜。ああ、一九抜抜。えー、やっぱり必ず、月一位はあるんですね。これね。そね。はい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 。いいですね。そう。はい、で、五月。五月。はですね、<月>僕。うん 7日8日に沖縄に行くことになりましてね。あら、そうですか。なんか、そうです。お仕事か何かですかこれは。お仕事、今回お仕事。まあ別に許可局もお仕事なんですけど。お仕事です、お仕事です。うん。まあ途中であの、オリオンビール飲んでましたけども。そうです。お仕事、お仕事であれも含めて許可局の仕事ですそうです。もう何回もありません。あ会えない。スタッフも含めてね。そうですよ。うん。懇親会みたいなもんですかはい、そう、スタッフ。今回は、あの、講演会に呼んでいただいたんです。 なんかあの見ましたよ、少し私が。琉球新報さんのなんかあれに、あれですよね、鹿島さんも入ってるんですよね、なんか。まあ新聞の読み方とか楽しみ方みたいなね。うんうんうん、あすごい、講演会、まあいろいろ。ちょいちょい、その全国いろんなとこからたまに声かけていただくんですけど、琉球新報さんで、わだからそのね、テーマというか、うん、それに沿った案を、うんうん、えー、 まとめるっていう作業も必要じゃないですか。そうですね。もちろんね。うん。もちろん、こう、一人喋りみたいな感じですね。一人喋りというね。当然ですけども。それも、まあ、3やりつつ日まではまとめ。 行きたいなと思いましたあなるほど。はい、じゃあ、今日ぐらいまで。まあ、なんか、ゴールデンゴールデンさせていただいてますよ、はい、本当に。ああ、よかったです。ゴールデンゴールデンしていただいて。しかも、ゴールデン行く明けぐらいですもんね、多分、その半年ぐらいというか。はいこれ。これ、あの、一般の方も、沖縄の方れこれはね、さすがになかなか、何なんだろう。やっぱりそういう、僕だけじゃなく、うん、それこそさっきの定例会みたいな感じいろんな方を、なんか、招いて、講座みたいな、ある、 らしいですそれに入った方だと思うので。あじゃ見れる。よかったらお問い合わせいただければ。ねそう、ちょっとリュク、えっと、新報さんでよろしいですかね。沖縄にもね、あれ、本当に、許可局もそうです去年、新チームどんどんで行きましたからね。そうですね。結構、その、ま、聞いてくれてるというか、ねえ、受けてくれてる方、増えてあの、許可局にほら、お便りも来てたじゃないですか、先週。ねあれとかも嬉しかったですね、あの、あれそうなんですよ。沖縄県庁前で、ね 初日着いて、うん、牧田さん、達夫、スタッフと、ブラブラ歩いて、うんうん、で、明日の昼は何食べようかねっていう。もうそういうの、楽しいじゃないですか。そうですね。こう、特にね、あいあの、旅の醍醐味でしょうかね。何を食べようかね。だから日曜日の、午後からが本番だったんです。うんはい、ね。そうですよね。うん、で、土曜日の夕方、うん、夕方というか午後から沖縄に入って、はい、はい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 。 で、ラジオ出て、その後、ちょっと、うん、その、まあ、一杯飲んでですね。そう,すそうです、そうです。優勝、うん、あの、ランチと言いますか。はいはいはい。で、それでホテルに向かう道すがら、明日は、今まで散々また飲み食いしたのに、うん、明日何食べようかね、ライブの前。<laughs> ななるそうですよね。食いしんの話ばっかしてたら、話しかけていただいた。ねわみたいなね。あれも、そう、新チームドンドンもね、そうなんですそうなん。でカジマさんのことを見られてる。新チームどんどん去年ね、沖縄であの、第一声というか、はい。舞台札やらせていきました。桜坂劇場っていう、おっきい立派な劇場なんですありますね。うん、ありますあります。行ったことあります。ここでやらせてもらって、その後、トークライブもやりましたから。うん。 で、8月だった、夏休みだったんだで、ね、僕の家族とダーサんの家族も、うん、ね。 一緒にね、やってっていう。まあまあ、楽しかったです楽しい。うん。いいですね。最近沖縄にちょくちょくねいや、そうですよ。お仕事で、あの、お便りなんかもね、すごい沖縄のことをすごい紹介してくれて、すごい嬉しかったみたいな感じの。いやいや、こちらこそでございます。ねあの、気持ちいいお便りで、ほっこりしましたね、教科曲させていただいて。本当結構若い方でね。ねそうなんですよ。よかったら、あの、スポティファイとかでもね、東京ポッド教科曲ありますから。 あの、い聞いていただければなと。<laughs> よろしくね、はい、お願いしたいなと。もちろん曲アプリもございますしね。うん、はいはいはい,、はい、はい。皆さん聞いていただければと思うんですけど。ぜひぜひそれで、今週末ですよ。今週末が先週末でいいんですかね日曜日。そう、夜からなんですね。はい。あのー、これは、やっぱり盛り上がりましたね。いや面白かった。過去最高という、鹿島さんの X での投稿みたいな作品もも。そうなんです。もちろんその、どのゲスト会も,、うん、も。うん。 その時々、過去最高なんですけど、はいもちろんですで今回は、うん、なんて言うんでしょうか、はい、始まる前から、これについて話したい、うん、話さなくちゃいけないっていう議題というか、ネタというか、テーマというか、うん、それがもういくつもあって、そうなんですよ、うん、そういう意味では、こんなにあの話したいことが事前から決まっているのは過去最高っていう、そうなんですよ。あの 実際私も3回ぐらい見させていただいて、ね、あの、ライブでも見させていただいて。まあ、はい、あれ3回も見たんですか三回見ました。<laughs> 私ちょうどね、あの、仕事帰り、もうライブの時は仕事帰りだったので、あの、本当にライブ配信を、あの、嬉し、はい。えぇ、ー、沖、沖縄じゃねえ、大阪の街を歩きながら、ああ、嬉しい。あい。ながら見て、で、電車でも見てと。だってあ、あれラジオ代わりにもなるかもしれないしね。そうなんです。画面はね、ちょっとライブ配信だと開いとかなきゃいけないです、はい、一生懸命それで一緒。 見て帰って、で、次の日はゆっくり、あのー、まあ、聞きながら通勤して、ね、しありと家帰ってから見たら、もう常に、もう、ないろんなところから。常によるからなんです。はい、もうどこ、はい、なんかやっぱ聞き逃しもね、たくさんあったので、はい、ちょっとこれね、あの、とライブだと見れてなかったなとか、やっぱアーカイブ便利だなと思いながらね。確かにね。はい、見させていただきました。本当にあのー、一番初めのね、あの、地震のお話のところから、いわゆる、安倍さんの、あの、石川テレビの、 もともと、ゆきべさんはお招きしたいなっていうのは、うん。さんとも話して。そうですよね。ライブでも話しましたけど。はい。僕、僕は少なくとも、去年初めて一回だけ会っただけなんですね。だからそれ、そうですよね。劇場版選挙なんですね。金沢行ったとき。うん。 で、あと次、富山行った時かな。はい、はい。あのー、うん、その舞台挨拶に、よきべさんに出ていただきまして。その時もなんか初対面っていう感覚じはなかったんですよ。やっぱり、よきべさんの映画とか見てるし。うんうん、そうですよね。うん。 ねで、ツイッターとかも見てるし、で、それはゆうくりさんも逆に同じようなことをおっしゃっていただいて、不思議ですよね、今ね。うん。だからそこは SNS のいいところでね。そうですよね。で、あの、それこそ裸の村のコメントとかも、鹿島さん、ね、コメントとかもやらせていただいて、ね、あの、サイトでも載ってるので見れると思うんですけど、そうそうそう、いろんなつながりがあって、ね、たまにだって SNS でもなんか、うん。 まあ会話というか、なんかそういうのもね、見合う,、あのー、うこともあるし、たまに大木べさんがひ昼からなんですよね、引用リツイートをし,、ねね、してくれて、おもあの話を、報告の話をしてくれてるとか、だからもうかそういう話とか、<当>うん、おなじみとか、何回も会って喋って、うん、なんかこう、手が合うような感じは勝手に抱いたんですけど、うん、今回2回目です、ちゃんとお会いして。ですよね、それで、男女4時間ぐらいですか、すかいや、本当に。 あのー、内容が。時11時ぐらいまで。ね。まあだから、これはね、はいうん、もう本当、これから興味がある人は、別にそれ全部見るっていうのが、理想っちゃ理想ですけど、うん、はい。別にそんなにあの、プレッシャー感じなく、好きなとこから見ていただいていいし、うん、でもあっという間だと思うんですよね。うん、いや、本当にね、あのー、前半、前半ももちろん、あのー、 東京十五区のお話もそうですし、すやっぱりあのメディア論みたいなのが結構、やっぱもちろん、ヨウケベさんもメディアで、ねはい、お勤めされてるということで、それがもともと、その石川県のね、うんうん、メディア状況っていうのが、うん、の長谷博史知事がね、はい、いわゆるマスコミに対しての定例会見をうん、うん、開いてないっていう。うんうん うん、そのきっかけっていうのが、いよきべさんの映画を名指しで、要はほらあれ、いよきべさんは、森吉朗さんとか、ハセさんとか、あと、県庁に勤めている人を、こう、映し出して、いろいろ、こう、ドキュメントとして問うってうまあ、他にもいろいろあるんですよです、ね、もちろんありますよね。あ,あるんですけど、うんうん、でもそれをハセさんは、俺はもう本、 ね、職員たちの肖像権を侵害しているみたいな。そうです、そうです。これはどの専門家もこう述べてるんですけど、うんうん、どドキュメンタリーで、うん、しかも公務員の肖像権って言うけど、これは今石川県庁はどうなってるかっていうのを撮影して伝えるっていう作品として伝えるっていうのは、これはもう公益に かなってるというので。そうですよね。公務員のこうじゃないです公の人たちじゃないそうなんですよ。うこれをこう、ゆうきべさんなりに、うん。撮影したらこう思うっていう。そうですよね。いや、全然問題ないけどっていうのは、うん。あらゆる専門家の見解なんですけど、ハセさんは。うまあ、だから要は気に入らないんですよね。まあ、そうですよね。そういう話もありましたよね。あの、ゆうきべさん。いや、気に入らないだけならともかく、うん。石川テレビは、はい。じゃあ、 あの、こういう映画を勝手にやりあって、うん、で、次何を言ったかって言ったら、いよきべさんじゃないんです、名指しをするにそうなん。そうなんですよ、これ。石川テレビの社長が会見に出てきて、うんはい、これと、なんか、討論しようよみたいな感じで、うんうん、それだったら会見やる。やらないんだ、出てこないんだったらやらない。で、うん、そうやって名指しをして今に、そうですね。 そんなのもん、お社長がわざわざ出てくるわけないじゃないですか。ないんですね。お、うんうん、社長を言うことによってイケ、いよきべさんの立場もなんか、気まずくさせようという。うんうん、そうなんですよ。うん、これ、ほんといやらしいですよね。いや、いやらしいですね。あの、うん、もう少なくとも、それこそ、公の人がやる、うん、まして、首長という人がやることじゃない、うん。そうと思あのー、 ほ、ライブ放送内でもありましたけど、その、ハセが過ぎてますよね、ちょっとね。そう。うんうんハテですよ。ハテ。ハヒロシです。ハテヒロシ。ハは,は何言ってんだハテ <laughs>。そうなんですよ <laughs> で。これライブ見ていただけばわかりますけど、うんうん、ゆきえさんのその見解っていう、はい、実はどういう、それ、ハテヒロシのね、 そうなんですよ。自分に対する狙いがあったんだろうかっていうのを聞いたら、また戦慄を覚えました、ねうん。いや、戦律を覚えましたね。あの、さね、もちろん。ん。ね。うん。戦ってますよ。いや、ほんとそうです。あのー、それがね、叱りだろうと、鹿島さんの言葉もありましたよね。メディアの中で。それが、はい、あのー、アウトサイダーになっちゃうんじゃなくて、っていうところを話してましたよね。<う>皆さんがそうじゃないとはいけないじゃないのかっていう、ね。本当にそう。気骨がある人だけど。うん、そうですよ。うん、戦ってるなと思ったんですけど。はい、うん。 信念を曲げずにね。うん、でも、考えてみれば、はい、メディアの人って、そうであるべきで。でまあもちろん、そういう人が多いと僕は、はい。信じるんですけどす、ねはいも。もちろん、もちろん。うん。そうなんですけどね。そうでさんが特殊に見える状況っていうのはおかしいよって、少なくとも、あの、石川県ではね。うん,うん。うん、まあもちろん、これ何度も言いますけど、いそのユキベさんに対し,対して、はい、いや、これはやっぱり、知事おかしいから、声明出そうっていうのは8社ぐらい、マスコミは。 はい、あの、声明文を出したから、もちろん、ああゆきべさんを、うん、これはおかしいよねって、うん、ゆきべさんを、こう、のやってることはおかしくはないよ、あの、ね,ねっていう。うん、そうなんハセさんはおかしいよねって声明文をちゃんと出した、マス、うん、メディアも発射ぐらいいたので、うんはい、はいはいはい。ただそこに参加してない、 うん、地元の大きな新聞もあったり、うん。大きな新聞もあったり。大きなビルの。はい。ここはおかしくないっていう話でしてね。なんですはてですね。うそうです <laughs> で。そういう話を、これ去年からずっと続いてる話なので。そうなんですよ。ゆけべさんにお話ししたいなっていうのもありましたし、うん、あと、うん、ね、これ遠距離さんでもそうですけど、1月の1日にあの、能登半島の地震が起きまして、はいうん、当然、ゆけべさんも、ね、 地元の、そうですよね。テレビの記者として、ずっと取材をさしていたので、その話をまず聞こうということで、聞かなくちゃいけないことはたくさんあって、そうなんですよ。その上にさらに僕とダースさんが今回東京15区を選挙万有うん。選挙った映像報告とかもありましたので、うん。だからこう夜からなんですって、ゲストだけ決まって、お招きして、その、どこに転がっていっかいか、 わからない面白さもあるんですけど、はい、これからもそういう面白さをやっていこうと思うんですけど、うん、今回に限っては、はい、マストで、うん、話すそていうことがあったので、です,ね、すごくこう、ねえ。うん。そうなんですよ。全体を、ね。熱くなるだろうなっていうのを思ってました。あの、本当に全体をこう、 通して私も見させてもらうと、やっぱそのメディアのお話みたいな結構今回はやっぱり大きくね、どの、どの、どの現場のどの今回のいろんなトピックでも、やっぱすごく感じましたね、そういうことをね。あの、地獄での鹿島さん、ダースさんの、まあ、そのメディア報道の話もそうでしょうしね。とかもそうですし、あの、まあ、ハリボテのね、お話もしていただいたじゃないですか、これはぜひ。 アーカイブ、もし、まだ見られていない方、買っていただいて、見れますかありぼてはね、あれはもうね、富山時代の。コメディ映画、喜劇映画だと思ってます。うんうん。ね、それで最後、こう、おやめになれられるところか、そういう、ね。親っていうシーンもあったし、ね、そうなんですよ。その真相についても、生笛さん、しゃべっていただいて。しっかり、いや、本当に、あの、買ったって、聞けてよかった、そう、そういうことがあったんだと思いながら。はい。 見させていただきましたね、本当に。いや、面白かったです。あの、大島さんの、あの、妨害、妨害、あの、妨害原田監督がね、いつも、嬉しいこと、前田明さんお二人は、ユニカなんですとか、僕らのイベントは来てくださって、妨害中失礼ですね、はい。来てくださって、で、大島さんも飲んべですから、ね、朝帰ろうか飲みながら、ビール飲みながら見てくれて、そうですよ。休憩明けに、 うん、大島さんがもうしこたま出来上がって会場の奥からマイクを持ってですね。そうなんですよはい 我々見えませんから、あの、二回目では押さえられない。大島渚モードで降臨するわけですよね。これ沖縄でもあったんですよ、それ。あ、そうですか。で、面白に一言。そうなんですよ。で、ご機嫌に喋ってですね、もうこれ見るだけで、たまらなかった。いたまなかったですね。そうそうそう。やっぱり親子なんだなと思いましたね。大島渚さんの、受け継いでんだなと思って。受け継いでんだな。うわーっていう感じね。はいはいはい。でも、なんか、 周りをこう、ワクワクさせる。そうですね。あの、うんスカのがなりと言いますか。そうですね。あと一応、同業になるんですよね。<laughs> 同業って言って変な言い方もと元々の出身とかもそうですし、す今、あの、監督業って言いますかね。はい、監督業だけじゃありませんけどね、だから石川テレビ、はい、今、よきべさんのお勤めしているところが、うんはい、あのー、テレビ局で言うと富士テレビ系列。 ね、そうなんですよね。そうですよね。はい。うん。で、うん、大島さんもともとフジテレビにお勤めですもんね、うん。そうなんですよ。うん。からの、みたいな。うん、ま、これ確認。い嬉しかった。鈴木エイトさんがその最初から見ていただいた。はい。うん、というのは、あのー、最終日、土曜日か。はい。中国選挙現場に行ったら、うん えいとさんもいらっしゃって。はいうん、お写真。一緒に行動してた。んですよね,ね。うん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 。で、お忙しい中、日曜日は、はい、いやもうあのー、これは配信見ようと思ったけど、うん、もう現場に来ちゃいましたって来てくださって。うんうんうん、ああ、すごい。で、途中ね、 あの、選挙の話の時も、マイクでコメントをいただいて、参加していただいて。うんそ,うね、そうですよね。あの、いろ、うん、ね、あのー、見られてない。まあの、島さんとか、うちダースさんが行かれなかったことのところへんのところで,、ね、です話されたりとかね、ま、ずっと見られてる僕にとってはね、いよきべさんもそうだし、はい、エイトさんもそうだし、うん、大島さんもそうだし、はい、うん。ある意味、うん、ずっとこう見てる、一方的に見てる側の人たちが、はいうん 僕らのね、ライブ会場に集っていただいて、で、なんかこう、惑星直列のように、なんか、いろいろこう、参加もしていただいて、これは面白い状況ですね。面白い、そうですよ、面白かったですね。数年前には考えられない状況ですよね。そう、本当にお時間もあっという間でしたね。あの、どこから、私もいろんなとこから再生して見てるんですけど、もう、どこから切ってもね、面白いなと思いながら、 聞き応えがまちょうどゴールデンーもそうですし。した、うんはい、今もうやっと在庫もね、1週間コースと他に、うん。2週間コースも設けてくれたので。うん、はい。うん。まあまあまあ、繰り返し繰り返し。僕もまだだから実は、ね、ゴールデンウィーの後半にゆっくり何回見ようと思って。そうです、ぜひ。楽しみにしてるんですよです。いや、面白かったですよ。うん。はい、本当に、だからこれは今、まだ。なんだろう。こういうさ、うん、こう、コンテンツと言ったら大げさですけど。うん。 こういうのもね、いわゆる手作りで、そうやってもロフトプラスワンのライブハウスですよ、朝ヶ谷ロフト、ねはい。はい。ね、うん。はい。そういうところで、あの、今までのイメージだったらね、あの、うん、お酒飲んで、わーって。はいうん、それでいいわけじゃないですか、ライブハウス。はい。もちろんです。はい。でも一方でなんかこう、いろいろなとこ見に行ったり、映像を持ったり、うん、で、今週のゲストをお招きしたり、うん、で、今の状況について、ただ、こう、深刻、 真面目だけじゃなく、うん、笑えるような展開にもしたりとか、まあ自分で言うけど、なんか、いい、 ものをつ作ったなと思ってますよね。喜び、うん、なんう,んうん。いや、本当にね。喜びなんですって、<や>どれも面白いですよ。だって。いや、本当に、あのー、ほんとに答え合わせっていう言い方じゃなくて、うんうん、やっぱりこう、いつもね、鹿島さんとダースさんが話してるこう延長戦ではもちろんあるんですけども、ね、そこがなんかこう、やっぱりこう、なんちゅうかね、しっかりこう、こう、ステージで、 はい。形になるって言われる、あるかおかしい。形になるっていう言い方おかしいです、ね、いや、本当そう。だからある意味、か昼からなんですね。そうなんです石川のそのメディア状況のこととかずっと話していて、で、こういう、なんていうのかな、大一番というかビッグマッチでは本人登場っていうパターン、ねうんうん、うそう、そうですよね。うん、じゃあ、ゆうきべさんは満を持してお招きする。はい。だから、そうなんですよ。なんかやってることも展開としても、うん、なんか数ヶ月に一回、一本、はい、なんか、 答え合わせができるし。そうですね。うん。うん、そうなんです。で、それをまたフィードバックするっていうかね、そ,そのまま次の、あのね、まあまた普通、一般放送に戻るって変ですけども。で、あとその時々で会いたい人をお招きするっていうのも、のうん、これからできるだろうし、うん。だから今回本当に北国の話とかも、ずっとね、えー、これからも繋がっていくでしょうけども。そうですね。 ねえ、結構しっかりされてたのとか面白かったですよね。面白かったです。あのー、なかなか。日焼け、日焼けの話とかも面白かったですし。本来だったらね、<laughs> はい、テレビとかで昔はこういうのなんか、うんうん。うんうん、こう、面白い感じのテイストもありつつっていうのがあったんですけど、まあでもそういうのが僕好きで見てたんですけど、そういうのがないんだったら自分たちでやっちゃえっていうのが夜からなんです。そもそも選挙万有だったりするから、それができてる、なんか、 こう、面白さみたいなのありますよね。そうですよね。うん。か自分たちでやりゃいいんだ。 っていうね。うんうん、そ,うそ,うそうで、それで、しかも、それがちゃんと、工業として成り立つっていう、そこは大事だと思うんですよね。うん、ちゃんとチケット売れて。ただ、自分たちがやってることは面白いだろう、みたいな、あの、ただ、自己満足だけじゃなくて。ね、ちゃんとエンタメとして評価してもらえるような形に持っていけるっていうのも、それはもう大事だと思うから、プロとしてね。芸人トラップーですからんんうん。そうなんですよね。うん、だから、本当に、あのー、 報道番組でもなければね。なんかこう、う討論、討論番組でもないし。そこまで固くもなく。なくでももしかしたらなんか、うん。楽しかったけど、うん、でも大事なことを、他ではあんまり聞かないよ <laughs> うなよ、ね、大事なことも言ってたよな、みたいなこともなんかと、ね、や、うん、そう。で、もっとニュース見ようなとかって思うこともありますしね。私、今も言いましたけど、やっぱり、ね、いわゆる今回、楽しみ方というかね。うん。選挙 妨害、ヤジみたいなのがね、問題になってましたけど、そもそもが、そのヤジって一括りに全部雑にまとめてしまうから、って発生してる問題もあるし、そうですね。まあこれは本当見てもらわかるんですけど、そうなんですよ。うん。ね、ほんに。州のヤジと、そうではない人たちの、まあヤジでもない、もう罵声だったり、妨害、迷惑行為に、 ね、だと思うようなものをもごちゃまでにしたりとか。そうなんですよ。で、今回のことを何年前のこととか、ほら、あの時ああだったからとか、全然違うものを一緒くたに、あれ、わざとしてるのかな。わざとね。わざとじゃなければ、ただの、もうもう、リサーチ不足だと思うんですけど。まあまあ、そうですね。あと、まあ、その資料が深くないというかね。もっと共通していて、そういう問題、本質を捉えていない。 言説みたいなのがなんか SNS で飛び交っていて、はい、これ何を言い合いしてるんだろうっていうのは、意外とどんな議題でも議題というか共通してるかなっていうのはなんか本当に思いますね。そうですね。うんうん。そう、本当に。本質はそこじゃねえのにっていうので、あのー、そうなんですよ。でも最初からそれを革新犯でやってる人もいるから、はい 立ち悪いんですよね。そうなんですよね。うん、っていう話をもうじっくり具体例を込みでね、話しました。はい。うん。うん、だから、あるんでしょうね。その、その、本当に大きな権力じゃなくて、その、いわゆる権力者でない、そのものからの権力行使みたいなのね。そうそうそう。ののだからそうなんですよ。<の>だからこれ、妨害、大変だからじゃあ法律を強化して、やりましょうって、うんうんうん あそうだなと思うんですけど、はい、僕ライブでもお見せしたように、やっぱり、初日はすごいことになってたんですけど、はいうん、最終日見に行ったら、小池さん、乙武、うん、さんの見に行ったら、はい、警察犬とかが導入され <laughs> そうです、びっくりしました。はい、警察官の数もすごかったんですよ。すごかったです。うん、あれも100人以上いたと思うんですよね、うん。ねえ。なんか、その都知事の力を、 感じましたよね。で、実際そうなんですよね。そうなんですで鉄柵でものすごくバリケード。バリケそう、バリケードでしたね。ほぼ、通行止めって言ってましたよね。道路をね。道路封鎖してましたもん、だって。ねえ。うん。でその中で出来上がった静かな環境なんですよ。そうなんですよ。で、ああ、今日は、うん。ががなくて、とても静かな環境でって演説が、いや、気持ちはそうだと思いますよ。静かな環境で。やっと、 この間、ひどい目に遭ってたんだから。で、もそうだなと思うんですけど。でも、この静かな環境というのは、これはこれで、はい。どうなんだろうって思っちゃう。そうですよね。あれだけ100人以上ぐらいの、ねそれぐらいの、お参りさんたちが周りにいって、ガードして、みんななんか、聴衆も直立するとピシッとしてて、死後もできないような感じなそうですよね。怒られそうな、死後もしたら、そう。 それは逆に自然で静かな環境と言えるのだろうかっていう。っていうことですよね。そうですよね。曲のところね。うーん。だか何かこう、く、崩れてってる部分が。そうなんうす。を感じますよね。まあ、いろいろと。うん。うん。嬉しいんでうん、ね。うん。 って思いましたね。やっぱりそこは現場ならではなんですけど。っていう話をね。ねいや、なかなか他では他ではっていうか、うんうん、ない。 と思います。でもやっぱり、そうですね。で論点だと思います。うん。そうなんです。だから、ヨーキさんもその話も一緒にね、あの、してるところとかもあんまそうそう、エイトさんもそれね、そう、ってまそう、そうなんですよ。今見てて、ああ、ほそう。やっぱここは大事な論点だってね。そう、もうなんか変な方に行っちゃってるみたいなって言ったら悪いですけどね。ど、ど、まあ、議論が必要というろそういう話もしてるんですよ。そうなんですよ。はて、ヒロだけじゃないんですよ。そうなんです。あの日日焼けでね、日焼けが最高でした。最高でしたけど。 俺、あれ、気づかなかったな。あれ、最高。結構聞かれてたんですね、質問にね。だから、嘘、嘘というか、虚偽の。でも、あれ、最高でしたね。うん。すげえ話だよ。うん。日焼けしてたら顔も変わってくるもんね。そう、ピカピカになってきますもんね。そう。で、俺はプロレスラーは仕上げに日焼けするっていうのは、普通に知ってたから。 うん。そうですよね。記者からすると、なんで知事顔が黒いんですかっていう。これ何が面白いかは見ていただけば分かる。そうなんです。見ていただくと、なんでっていうとこはね、そうなんですよ。そうだそうだ。ちょっとお知らせを。これ、これ木曜日ですよね。これ木曜日ですよ。二日の木曜日です。はい。あのじゃあ昨日の水曜日から、うん、昨日の水曜日から配信、開始になったんですけど、おおおまた僕あの大吉先生のポッドキャストに呼んでいただきました。あっ。 やったや、2回目ですよね。回目前後編があったかもしれませんけど。わー、すごい。で、今回も2本収録してきまして。ああじゃあ、これ。が昨日から配信れているはずです。1日からですよね。各種、えプラットフォーム、ポッドキャストで、えっと、何でしたっけ大吉さんのなんか番組。大吉先生のポッドキャスト、一旦ここにいます。ですね。これです。あ、これわあ嬉しい。うわー、嬉しい。うん、そうですよね。嬉しいです、もう。 がっつり1時間ずつぐらい喋ってきました。スタジオ借りてる時間ってやっぱあるんですよ。ありますよね、いろんなちゃんと。うん。TBS ラジオで収録してますから。そうです、そうです。例えば、この番組配信は何時から何時まで2時間。そうです。次の人がいるから。もちろん、もちろんです。普通だったら、その大体、2時間の中でふんわりやるんですけど、あの、その2時間、 あと、5分で撤収ですっていうとこまできっちり喋ってました。ああ、うわ、すごい。うわ、嬉しいですね。大吉先生も、ね。はい。嬉しかったです。僕相手に。ゴールデンウィークなんかも楽しみまくれますね、これね。鹿島さんのね。あの、音声音声はい。なんですけども。はい。いや、これ嬉しい嬉しい大吉先生もね。はい。いいお題、議題を。うん。 だから最近、いろいろ面白すぎないか、みたいな議題を最後に。ああほほほほほほわ。いいですね。これ面白すぎるでしょ、だって。うん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 。いやいや、そんなに人間って15分なら15分笑ってら、はい、笑いっぱなしなわけないっていう。な、はい。うんうん。で、それをある大御所の師匠から、はい。聞いた言葉を披露してくれて、はいうん、あ,あ。これなかなか、 スクープだと思います。ああ、そうです大工さんのいい話を、僕は聞き出してしまったなっていう。うん、うわあ、いいですね、これ。これ絶賛聞いてください、いポッドキャスト。もう、もう今すぐす。遠距離よりさんと、大工先生のポッドキャスト、<laughs> ゴールデンウィーク。<laughs> ぜひ。 あの、何かのね、足しにしていただければ。いいいやありがとうございます。カシさん、あのー、朝からいつもありがとうございました。ありがとうございます。はい、来週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、失礼いたします。はい、失礼いたします。はい